SL95 はノルウェーの都市オスロの路面電車のオスロ市電に在籍する電車。イタリアで製造された車内の一部がバリアフリーに適した低床構造となっている部分超低床電車である。形式名の SL95 は1995年に発注が実施された連接式路面電車を意味する。1990年代初頭。 当時オスロ市電を運営していたオスロ運営主体校舎は市電向けの新型電車の導入を検討していた。当初はスウェーデンのストックホルム向け車両との同時発注やチェコスロバキアの KD タトラ製のタトラ T7 バイト5の導入などが計画され校舎については実際に主運転も実施されたものの両社とも実現せずに終わった。その後、独自で オスロ市電向け車両を発注する形へと計画が変更され、欧州各地の鉄道車両メーカーとの間で交渉が行われた結果、1995年にイタリアのアンサルドとフィレマのコンソーシアムとの間に新型電車に関する契約が交わされた。これに基づき製造が実施されたのが SL95 である。SL95 型は、 全溶接式のアルミニウム合金製車体を有する両運転台の三車体連接車で車体両側に乗降扉が設置されている。編成内の4箇所に設置されている台車は全て三小誘導電動機が搭載されている動力台車で1時バネにはゴムバネ、2次バネには空気バネが用いられている。制動装置としてオスロ資源に存在する。 勾配区間に適した改正ブレーキが採用されている。ほか、台車にはディスクブレーキが非常用として電磁吸着ブレーキが搭載されている。車内は全体の50%が床上高さ 350mm の低床構造となっており、上高扉のうち3箇所は低床部分に設置されているほか、低床部分の上高扉付近には車椅子スペースが 編成内に2カ所設置されている。最初の車両は1998年に落成し、当初は同年6月から営業運転を開始する予定だったが、製造工場の屋根が吹き飛ぶ事故が起きたことにより、計画に遅れが生じ、実際の車両が完成したのは10月、営業運転を開始したのは翌1999年の5月30日となった。 その後は2004年までに32両が導入されており、2021年現在は曲線半径が要因となり、走行ができないマ迷る主典方面を除いた系統で使用されている。一方、SL95 は導入当初から複数のトラブルが報告されており、運行停止を余儀なくされる事態も幾度か起きている。2017年以降は座席の布や破損した壁材、 床材の交換などの修繕工事が継続して行われているが、これは工日の引退までの延命措置を兼ねたものとなっている。前述したトラブルの頻発や予備部品の不足などにより、オスロ市電では SL95 に代わる新型電車の導入を2010年の時点で決定しており、その計画に基づき2020年代以降新型。 超低小電車の SL18 の導入が開始される。これに伴い、SL95 は2024年までに営業運転から撤退することになっている。ありがとうございます。